こんにちは、リサです。今日はタイの BL ドラマバッドバディ第6話のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。前回の衝撃のラストシーンから、さてその後どうなるっていう回ですね。はい、パッドがね、自分の気持ちにやっと気づいて、そして、屋上でのあの衝撃的なキスシーンで、晴れて2人は両思いなんじゃんっていうことが分かってですね、恋人になるのかと思いきや、そのすごくキスの後に悲しそうな顔をしたプランが一人で部屋にこもってしまうんですよね。うん、いやこうね、なんでっていう感じだったんですけど、そのやっぱりお互いの家の関係だとか周りの友達、その大学の建築学部と工学部の関係とかね、まあそういうのを考えたら、現実主義でちょっとこう悲観的なプランはどうしてもその2人の暗い未来、たとえ両思いだったとして付き合ったりしたとしてもきっとうまくいかないだろうなっていう、その暗い将来を想像してしまって、そんな感じになってしまってるんじゃないかなと思うんですよね。うん、でもうそもそもうまくいかないって分かっているんだったら最初から始めない方がいいだろうっていうふうに思っているんですよね。うん、いやーなんかね、付き合う前からそんな諦めないでっていう風に言いたいんですけどね。うん、だけどなんかそういうそのプランのちょっとこうセンチメンタルな感じ、うん、それを逆のね、直情型のパッドにはまあわからないわけですよね。うん、まあ全くわかんないわけじゃないだろうけど、なんでその両思いって分かった瞬間からいきなりそんなに悲しそうなのか、うん、ちょっと納得いかないぞっていう感じでしょうね。でしかもそのあんなに情熱的なね、キスをしておいて、次の日からはこれまで以上にパッドのことをガン無視してくるっていうね、そういうプランの態度がまあどういうことだよっていうね、うん、ちょっとこう理解できないわって感じですよね。うん、だからなんでそんな態度を取るのかっていうことで、パッドはプランのことを追いかけ回すわけです。で、その週末に実家に帰ってきた時も、そのわざわざその今じゃなくていいようなその書類を渡すために、普通だったら絶対やらないこうプランの家の、まあ、正面の玄関からわざわざ訪ねて行っちゃったりとかね。うん、でもそれくらいそのお前と話すためだったらやってやるぜっていうパッドの行動力ですよね。うん、で案の定プランのお母さんにすっごい邪険にされていて、やっぱりこの二人の家のその確執はやばいなっていうことも、まあ、同時に描かれるわけです。うん、なんかそのお母さんもどうしてその隣の家の子をねそんなに嫌っているのかっていうのはやっぱ謎ですよね。うん、いくらその親同士が仲悪いとはいえね、あそこまで毛嫌いするっていうのは、うん、何なんでしょう。うん、このお母さん問題っていうのはきっと後々事情が明らかになってくるんだと思うんですけど、うん、まあそんなことがあって、今回はあれですよ、ボランティアキャンプですよ。タイの大学生活には欠かせない、そして、BL ドラマでも絶対一回はボランティアキャンプの回が出てくるということで有名なボランティアキャンプですね、そういう回ですね。で今年はなんかちょっとこう建築学部だけが参加するキャンプだったはずなんですけど、そこにねパッドがついてきてしまうんですよね。本当にね、彼は行動力の鬼。うん、プランのことを構いたいというその一心で、もうね、敵地みたいなもんじゃないですか。他のその工学部の人たちと別行動でね、敵しかいないようなところに一人で乗り込んできてしまう。まあそういう潔さがパッドのいいところでもあるわけですが、うん、でも本当にその
このキャンプでもね、やることなすこと、絶対心臓に剛毛が生えてるとしか思えない。うん、やばすぎ、パッドのなんか行動力が、うん、すごいけどちょっと本当にやばいなって思いますよね。うん、でまあそれでも一応プランの周りに必要以上に喧嘩を売らないように気をつけてはいるじゃないですか。うん、そういうところがね、まあ、うん、いいなと思うんですけどね。うん、それなのにやっぱりその Y 君のこととかは刺激してしまうわけですよね。なんだろう、本人はフレンドリーにしてるんだけどすごい無神経だから、喧嘩売るつもりは全然ないのに、その元々のね、その無神経、食べ方汚い太郎なのでパッドはなんかそういうところがいちいちその Y 君とか他のみんなの勘に触って、結果イライラさせてしまうっていうね。でそのプランの方は完全にそのパッドのことを無視しようとしているのに、そのしつこくねついて回ってくるから、そのもうそれ自体も周りがイライラする原因になっちゃうわけですよね。でそのいよいよその Y の方に我慢の限界が来て、で一触即発かみたいな、もう今夜はあいつ黙らしたるわみたいな感じになって、仕方なくプランがパッドのことを呼び出します。でそれでやっとね、そのパッドもあのプランと話ができるようになったんですけど、でもプランの方はこの間の夜のことを固くなに話さない、あのキスのこととかはねもう絶対に喋りたくないと、そういう感じなわけですよ。で挙句の果てにはこれ以上事態をややこしくするな、もうほっといてくれっていう風に言って、まあ去っていってしまうわけですよ。うん、もうね多分プランの中では相当ややこしい感じだったわけですよ。その幼なじみだけれども、その家が敵同士の相手をまさか好きになってしまうなんて、なんか一人で抱えているだけでもすごくややこしかったのに、そのパッドの方まで自分のことを好きになってしまうなんてね、本当だったらめちゃくちゃ嬉しいんだけど、嬉しいんだけど喜べないっていう、すごいその複雑な状況になっていて、もうマジ勘弁してくれよっていうところでしょうかね。うん、まあでもとにかくそのもう関わろうとしない頑ななプランも、それに対してそう絶対諦めないパッドっていうのもこうなんか切ないですよね。うん、お互い好きっていうのをねもう分かっているはずなのに、まあそういう全然歯車が噛み合わない感じでも、そのもうほっといてくれって言われても放っておくようなパッドではないので、もちろん次の日とかもねプランについて回るわけです。他のみんなを置いて市場に買い出しに行くと、そのもうねこれまで我慢していたからか何なのか知らないけど、プランのことをめちゃくちゃ構うわけですよね。うん、もうきっとパッドの中ではこれはお買い物デートということになってると思うんですよ多分ね。でプランの方もそのなかなかね取り合ってくれないんだけど、でも周りに人がいないとそのまあそれなりにまあ仲良くしてくれるというか、ガン無視するってことはないわけですよね。うん、やっぱりそのパッドのことを嫌いきれないプランっていうのがまあね可愛いですよね。まあそれで海のシーンもねすごい良かったですよね。うん、他の人がいなければこうやって普通に楽しく隣にいられるのにってパッドが言っていて、うん、やっぱりそのパッドもねその自分たちが置かれている状況っていうのを分かっていないわけじゃないですよね、当たり前だけど。だけどそのプランほどは諦められない、うん、敵同士じゃなかったらよかったのにみたいな、そのまあもしもの話をしても仕方がないだろ、俺たちは結局敵同士になるっていう運命のもとに生まれてきてしまったんだからさっていう、なんかそういう定感みたいなのを持っているプランほど諦めも良くないわけですパッドは。うん、どうせダメになるんだったら
もう期待したくない、ダメになるなら初めからその付き合わなければいいんだって思っちゃってるプランと、うん、でもまず大事なのは自分たちの気持ちだろっていうパッドの対比ですよね。やっぱりね、そのグイグイ来るパッドっていうのが犬みたいでめっちゃ可愛いなと思ったんですけど、うん、もともとあれじゃないですか、パッドは天然リアコ製造機なのに、こうやってね本気でプランのことを追いかけ回したら、もうなんて言うんでしょう、見てるこっちが無理っていうぐらいもうすごい可愛いし、なんかこう中堅みたいでね、うん、いいなってなるんですけどね。だけどそれに応えられないプランっていうのもね、切ない。あ、なんか前回はそのパッドはY に対してめちゃくちゃ嫉妬してたんですけど、でもこのキャンプではできるだけ Y に対してもフレンドリーにしようとしてるじゃないですか。多分その Y に嫉妬していた時はプランが自分のことをどう思ってるのかわからなかったけど、でもあの屋上のキスの後だからプランも自分のことが好きだろうってもうほぼ確信していて、そのだとしたら Y とかね、その他の周りにいるやつのことはもう眼中になくなったっていうことでしょうね。うん、なんかもうそういうなんだろう、すごいまっすぐさ、素直さみたいなのがそのパッドのめっちゃいいところだし、やっぱりこう中堅感がありますよね。うん、まあそんな感じでそのキャンプの間すれ違ったりちょっと近づいたりしていた2人ですけど、最後の夜のビーチですよ。もうね、なんか密会しろと言わんばかりのなんかすごいおしゃれスポットでしたけど、うん、ね、あの電球は一体何のために設置されているのか分かってますよ、あの細かいことは気にしちゃいけないんですけどね、うん、もうそのシーンが画面が美しければそれでいいんです電球も電源ももうね、どこにでもありますから、そんなの、うん、本当気にしちゃいけない、気にしちゃいけないけど、あの電球は一体何なんだね、うん、まあでもそんなところにいる2人がそのやっとちょっとこう素直になれそうかなと思いつつならない、うん、キスの話題には絶対に触れたくないプランと、それでもお話がしたいパッド、うん、それで、すっごい今更なのに、どっちが先に好きになったのかっていうことを今更言い争っていてさ、もうどっちでもいい、うん、って思うんですけど、でも、まあ、そこね、どうでもよくないから喧カップルなんでしょうね、この二人は、うん、そしてなんかそういう風に、なんでしょうね、ちょっと競争だとか意地の張り合いに持っていくことによって、逆にプランが素直になるというね、うん、パッドの作戦だったのかっていう気もしますよね、うん、こう意地を張ってね、どっちが先に好きになったのかお互いに認めないから、今さらね先に好きになった方が負けだからなっていう賭けを始めてしまうというね、もう何なのそれ、それはもはや私たちに得しかないのでは、だってもうすごい両思いなのにさらにお互いを口説いたり煽ったりしていくわけですよね、こっから。いやー、もう見てる方が心臓が何個あっても足りないですね。はい。ね。そして一夜明けて最後の、本当に最後のあのシーン、あのノリ、ノリっていうか指。あの指のシーン、本当に、もう前回だってすごかったのに、今回もやばいのをぶっこんできますよね。いや、本当にすごい。前回のあの屋上のキスがすごすぎて、もうどうしようってなったんですけど、ね、だってこのドラマの中盤であんなのを出してきてしまって、であれを超える何かをその最終回に向かって用意しなきゃいけないわけじゃないですか。もうこりゃ大変だよって勝手にね思ってたんですけど、なんか大変だなとか思ってたらもうこれですよ、その次の回でこれ。普通だったらドラマのねこうラストに向けてその後半の助走を始めたぐらいのタイミングだというのに、もう本当何をやってくれるんでしょうか。はあ、ね、
プランの煽りまくる表情もすごいけど、それに当てられてこう笑ってしまう、あの何でしょう、あの微妙な笑いのパッドも本当にやばいと思って、ちょっともうやばいしか言ってないんですけど、すごいですよね。なんであの白昼堂々太陽さんさんな場所であんなに色っぽい演技ができるのか、いや本当にあれはすごい。あれを引き出してしまう監督もすごいし、その求められて表現できてしまう2人がすごいと思うんですよね。本当に何を食べたら20歳そこそこであんな表情ができるのだろうか。海苔かな。いやー、本当にこのバッドバディはオウム君とナノン君のその演技合戦を見せられてるなと思うんですよね。なんかもうこの2人に関してはカップル役として可愛いとか、その2人ともすごいハマってるよねとか、そういうレベルを超えてしまってるんですよね。オウム君もナノン君ももはやね、ハマり役とかないですから。彼らはね、もう何でしょうね、僕たち言われれば何でもできるんでみたいな、そういうレベルの俳優さんなので、まあそんなね、本人たちは偉そうにはしてないですよ、してないけど、でももう明らかにその同じぐらいの同世代の俳優さんたちの中で頭一つ二つ抜けてるんですよ彼らは。でそういうレベルの2人が本当にその楽しくセッションをしている、そういう感じのドラマだと思うんですよね。なんか今回は俺こんな感じでやってみるけどお前どう返してくるっていう煽りに対して、じゃあこんな感じでどうみたいな風にお互いにそれを常にやってる、そういう演技なんですよね。もう本当にやり合ってますよ。競うに演じるって書く方の共演だと思います。でこれはBL ゆえに本当にこの男2人で対等にラブロマンスで演技合戦ができているんですよね。これ BL じゃなかったらこういう関係値にならないので、もう本当にね、めったにお目にかかれないものを見せていただいてると思うんですよね。もうオウム君もナノン君もね、それぞれのその演技のリズムとかバリエーションがありながらも、やっぱりその息もぴったり合ってて、そしてこうこんなに最高の絵がバンバン撮れていくわけですよね。いやー楽しくてしょうがないでしょうね。そして多分誰よりもこの状況を楽しんでいるのは監督だと思うんですよね。我らがオウム監督ですよ。こんなに面白い本をこんなにスペシャルな表現力を持っている2人で撮れるんだから、もう本当監督になってよかったって思ってるでしょうね。いや羨ましいですよ。もう全てが楽しいし、もういろいろやらせたくなっちゃいますよね2人に。これもいける、あれもできるみたいな感じで、めちゃくちゃやらせてると思います。でそれを2人も楽しくやっちゃうと思うんですよね。編集とかもね楽しいでしょうね。もうこっちとこっちどっち使おうみたいな、そういうシーンが多分いっぱいあるんだと思うんですよ。ぜひこれはね、DVD とかブルーレイとかにすると思うんですけど、おまけでね蔵出し映像集みたいなのを作ってほしいですね。よくあるね NG シーンとかも見てみたいですけど、あとビハインドとかももっと見たいんですけど、でも NG とかじゃなくて尺の関係で監督が泣く泣く削ったシーンとかね、そういうの多分いっぱいあると思うし、こっちの角度でその本編には入れたけどこの角度もめっちゃ良かったんだよみたいなのをちょっとね見せていただきたい。本当は本編に入れたかったんだけどもうどうしても入んなかったんだよねっていうやつ山ほどあるでしょ絶対。
ね、本当それお願いしたいですね、ぜひぜひなんかこう本編よりも長いおまけ映像みたいな感じで収録して出してほしいですね。はい、もうそんな感じでもはやメタ認知しだしたドラマの内容をメタ認知しだした私ですが、でもドラマ自体もすごく面白くて、早く続きが見たいです。ということで、今回もレビューにお付き合いいただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。